はい、えー、こんにちは。えー、それではですね、えー、まあ、今日で一週間終わりましたね。まあ、なんか今週はあまり出来高がね、えー、ない日ばかりで、えー、まあ、デイトで、えー、スイングともにですね、えー、なかなか利益を取りづらいなという、そういう一週間だったかなというふうに思うんですけども、い、いかがでしたでしょうか。で、今日はですね、えー、カバーですね、えー、最近、うん結構 こう、ここが、あまあ、頑張っているというようなイメージも大体ている方多いと思うんですけども、えー、まあ、グロスですね、指数を引っ張っている銘柄っていうことで、非常に重要な銘柄でもあるかなと思います。えー、今日は81円プラス4.1%ですね。まあ、一時かなりですね、2100円ぐらいのところにね、えー、行くような動きとかもあったわけですけれども、まあ、最後ちょっと押されてっていう感じですね。 で、これ昨日のね、午前の記事ではありますけれども、ホロライブイングリッシュの新ユニットということで、まあ、英語圏向けはね、VTuber グループっていうのがあるわけですけども、まあ、このホロライブイングリッシュにおいて新ユニットが設立されるメンバー4人がデビューするっていうことで、まあ、昨日ですね、大きく上昇したわけですけども、まあ、今日もですね、その流れっていうのを受けて、大きめの上昇っていうのをつけているという感じです。 で、まあ結論から言うとカバーですね、この上っていうのが結構軽いところになりますので、えー、来週ですね、抜けていくとなると、結構また大相場が続くような可能性というのがありますので、非常に注目した方がいい銘柄かなというふうに思っております。はい。でですね、ちょっと信用状況の方から確認をね、していきたいと思いますけども、今ですね、海んの方が690万。 なので、この数字自体ですね、そんな少なくはないですね。700万ぐらいで、あまり変わってはいないんですけれども、じゃあ変わったのはどこかというと、一つが出来高のところですね。で、えー、これ昨日で1900万なんですが、 えっと、今日で行きますと、2400万ということで、まあ、かなりですね、出来高が、まあ、かなり伸びていると。なので、そういうところで行きますと、この信用改ざんは別に多いという評価には全然ならないわけですよね。全然問題ないと。で、一方で、この増えているものがもう一つありまして、それは、これですね。空売り。 個人の信用売りのところが増えてきているという感じです。なので、カバーがまだ上昇できるのかっていうバロメーターでいきますと、まずこの信用売りが増えているうちっていうのは、上昇の可能性っていうのは結構高いだろうというふうに思っています。要はこの空売りのところの踏み上げのところですね。それから、出来高ですね。出来高がしっかりと、まあ今日レベルのですね、出来高とかが維持できるんであれば、サウナの上昇っていうのは十分期待できるのかなというところですね。 で、えーまあ、この買いんのところと、この売りざのところですね、これ結構位置が大事でして、まあ、いつもしこりしこりっていう話をね、あの、しているわけなんですけども、まあ、このサイトでですね、えーまあ、見ていくとすればですね、ちょっとこれ下にずらしていただいて、えー、例えばこの価学帯別的高っていうところを下見ていくとですね、えっ、ー、と、ここですね、信用買いのみ。 っていうところあります。で、この左側ですね。最近これ、えー、サイトがですね、えー、見やすくなっておりまして、赤い方が信用外が増えた価格帯。で、えー、右側の青いところが信用外が減った位置っていう形で見えるんですけども、まあ、今信用外があるのって結構上の方で捕まってるのが多いので、今、まあ、2000円から2100円、この辺の位置にいるわけですけれども、 まあ、だいぶ上の方なんですよね。捕まっているとすればですね。あと、下で買ってる人たちっていうのも結構いるので、この辺の人たちに関しては、まあ、含み益なんで、そんなに問題はないということですね。なので、まあ、この2500ぐらいから重たくなってくる可能性ってのあるんですけども、まあ、そこまでの、まあ、2 300円のところっていうのは割と、そんなに売りが出てくるラインではないかなと思っています。そして、ちょっと今日話したいのはこっちなんですよね。信用売りの方なんですけども、まあ、売りの方が少ないじゃないかと。 いうふうに思われるかもしれないのですが、実はこう見るとですね、信用売りが増えたのって、今の価格より下のとこなんですよね。つまり、結構ですね、この直近で空売りを入れた人たちが捕まっている、個人ですね。個人の空売りっていうのが捕まって、踏み上げられているっていうような、あ動まあ、流れっていうのが、ここから見て取れるんですよね。全然違いますよね。信用買いっていうのは、まあ、下ではそんな入ってないんですけども、お空売りは上で、えーあ、下で入っているということですね。 つまり、これは何を言えるかというと、信用買いと信用売りの人たちの心情を今考えてみると、まあ、どっちの方が今ね、苦しんでいるかっていうところなんですが、これは空売りの方が苦しいということですね。こちらが今289万最新のデータだと出てるんですけど、こっちは苦しい状況です。今上がっているので、ね。で、こっちの方は、まあ、今どん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 これですね、含み損が解消されている状況なので、えー、まあそこのところでいくとそんなに悪い状況ではないということですね。 はい。まあそういう見方ができると。ただ引き続きですね、機関投資家、特にモルガンとかですね、えー、カラオリー、どんどイ追加はしていますので、まあ決して簡単なメーカーではないかなというふうに思うんですが、一応こういう受給面でのんですね、下地っていうのがあるのかなというふうに思っております。 はい。っていうところを押さえた上で、月足から見ていきたいなと思うんですが、これがですね、えー、これ、えー、5月と6月の足なんですが、まあ、以前にもお話ししたんですが、この上髭のピン、ピンがですね、えー、まあ、長い髭、えー、まあ、ピンバーではないですけども、長い髭に対して、これを覆い隠すような実体部分の、えー、まあ、要線に今なってるわけですけども、まあ、この2つのセットパターンっていうのは、 これ、空売りがですね、ショートカバーをし、まあ、ショートカバー主体でですね、上がってくるときによく見るような形なんですよね。で、この後も結構非常に強い動きになりやすいので、まあ結構覚えとくといいかなと思うんですよね。この上髭からそれを追い隠すような実体部分で来た場合ですね。だからこの形っていうのが、まあ、6月まだ確定はしてないんですけども、これで来るんであれば、まあ来月もですね、さらにもう一個上っていうところは目指していきやすい形であるということですね。そして、 ま、今、到達しているラインっていうのが、ま、ここですね、月足ベースでも先月も高値のところで売り込まれたラインだし、ここですね、昨年の8月とかも下髭で巻き返したラインでいサポになってるわけですね。なので、この2050円とか100円のところですね、この辺のラインっていうのは一つ、締めになりやすいラインですよと。そして上のところを見ていきますと、2300円ぐらいの付近ですね、ここが長らくですね、ずっと、ま、サポートとして機能していたようなラインになりまして、ま、ここを割ってから大院線となってるわけ なのでこの2280、90この辺のラインっていうのも月足ベースでしっかりと意識をしておかないといけないラインと思います。 はい。続いて、週足に切り替えてみましたが、まあ、この下落のトレンドですね。このラインが進行していたんですが、ようやくですね、この底打ち感っていうのが出てきて、週足、これ確定をしてますけども、下髭をつけながらの要線引けという形で、ようやくですね、この下落のトレンドを抜けようかというラインまで来ていて非常にいいと思います。それから、週足で見たときに、まあ、髭では抜けれるけど、実体では抜けれないというこの1900円のラインを、まあ、今週足はしっかりと上に抜けた状態で引けれた。 ま、これもですね、えー、売り圧の弱まり、開発の強まりっていうのを、ま、示唆するかなと思います。それから、ここをですね、5月の13日の週の、この高値のところですね、まあ、ここに到達をしていますので、まあ、ここ抜けれなかったのはですね、一つ残念ではあるんですけども、まあ、来週以降に持ち越しという感じで、えー、一応これがネックラインになっているかなと思いますね。これが2100円ぐらいのラインです。で、このネックラインっていうのが、ま、どういう形かというと、ま、冷やしで見ますと、これ、えー、逆三蔵なんですよね。 左方、中央、最安値の右方のこのネックラインになっているので、まあ、この2100円のところを来週抜けれるのか、それともここで売り込まれて一回下なのか、まあ、ここが非常にいい、ま、分かれ目になるようなラインになりますので、えー、2100円、それから、下で言うと1900円。まあ、2000円のところもあるんですけどね。まあ、この100円ごとのラインというところを、意識をしたトレードっていうことに来週はなってくるのかなというふうに思っています。 でおります、まあ、先ほども言ったように結結構構空売りを下ででで入れれた人たちってててていいいいううののは結構いや踏み上げらるててる状況ではあるのでもう一個これ上にですね、飛んでくるようなことがあると、一気にこの空売りのところがですね、買い戻しっていうのも入ってくるので、より上に行けば行くほどですね、上への力っていうのが強くなる。まあ、逆に言うとこれ下に売り込まれてしまうと、また空売りが助かっていくので、どん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 また売り込まれてっていう形も十分考えられるので、まあ、非常に上下ですね、 取らな位置まで来ているっていうところですね。まあ来週非常に楽しみかなと思いますので、えー、まあぜひ、えー、注目してみてください。まあ、ちょっとスイングだと結構ねやりづらい銘柄、難しい銘柄かなというふうに思うんですよね。やっぱ期間がたくさん入っていますので、えー、そういったスリングトレーダーっていうのをですね、できるだけ、えー、まあ 損させるような、そういったプログラムっていうのがね、まあ、入ってるわけですので、まあそういう意味で言うと、もうなかなか、あのー、上に下にですね、振ってくるような形にはなってくるので、えー、まあ過信ができるわけではないですけれども、まあ一つ上への流れっていう意味では、今週は非常にいい確定をしていますので、注目できるかなと思います。 はい。ということで、えー、今日はですね、えー、まあ、最近非常にですね、いい上昇トレンドを作っているカバーについてですね、見ていきました。参考になったと思っていただけたら、高評価ボタン、それからチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。